どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。イエイ。今日はですね、もうシリーズでお届けさせていただいてるんですけど、 G ラボウクレレのセミオーダーありますね。 G オーダーっていう、皆さんがこう選んでですね、世界で1本のウクレレをオーダーできるというね、 G ラボの1個のウクレレがあるんですけど、そこのオーダーをしてくださった方のご希望があれば、この私ガズがお客さんの手元に届く前に一回この動画でちょっとこのどんな弾き応えか、どんなウクレレなのかをちょっと動画でご紹介した上で、ご希望があればサインをしてお届けしますよという、そういうシリーズを動画でやってるんですね。はい、ガズが試しに弾いてみたよというコーナーなんですけど、今日もそれ取り上げていこうと思います。今日も届いてますよ、ウクレレが。はい、ベトナムのホーチミンサイゴンから届いたばっかり。このウクレレ、この大きさ、これはですね、コンサートウクレレだと思います。コンサートウクレレ、しかもこれはね、ボディサイズが厚い通常サイズのウクレレだな、これは多分。よし、じゃあ見てみましょうか。じゃあくるりんぱしてご注目でございます。みんな今日ね、このウクレレをオーダーしてくださったのは、ね、エリさんという女性の方でございます。はい、エリさんどんなウクレレだったかな、見ていきましょう。開けますよ。どこ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 どーん、バーン。おー、なんとも言えない渋い色ですね、これね。ちょっとここにスペックがあるんで読んでいくと、なんとですね、これアカシアのね、選び抜かれたアカシアの木なんだって。なんかだから、ちょっと色がさ、ナチュラルなんだけど、なんかちょっとグレーっぽいっていうかね、あんまり見たことない雰囲気になったなと思いました。だから、通常の、わがままウクレレとか薄れると同じボディの、もっといい、もう木目がすごいもんね、セレクトされたものなんだけど、だいぶ佇まいの印象が違いますね。なんかグレーっぽいっていうか、アースカラーに近い雰囲気があります。はい。オール、アカシア A クラスアカシアで、ボディサイズはやっぱり普通サイズでした。はい。で、ピックアップがついてますね。ピックアップがついていて、これフレットはだからなんだろう、5678910111213141516フレットでコンサートサイズで、ポジションマークとかこの辺のこれ、これなんていうんだろう、ロゼッタポジションマークと、このヘッドのロゴが白鳥貝というね、ちょっとこう、なんていうのかな、パールっぽい感じの、いい感じになってます。いい佇まいに仕上がってますね、これは。で、これは、ちょっと今から弾いてみようと思うんですけどね、なかなかこれはいい音しそうな、もう、弾かずともなんとなくオーラが漂ってます。弾いてみようと思います。仕上がり、もじゃ川上やりますね。はい、ベトナムの精鋭チームが作り上げた、この G オーダーで作ってくれたアカシア、選び抜かれたアカシアを使ったコンサートウクレレ、めちゃくちゃいい仕上がりでございます。ということは、これは弾けば弾くほどまたどんどん育っていきますからですね、エリさんがもうどんどん弾き込んで弾き込んで、自分色に、エリさん色にですね、どんどん染めていっていただいて、弾き込んで弾き込んで育ててください。いいな、この色はなんかあんまり見たことない仕上がりになっていいですね。じゃあこれ大切に、ここにパッキングしてですね、エリさんの元にお届けしますんでお待ちください。さあ、このハードケースもやっぱりいいね、しっかりしてキュッとこう収まって、はい、パッタン。で、サインをですね、欲しいよということ、ケースにサインしてくださいということなんで、ケースにサインしていきたいと思います。どうしようかな、この辺に行こうかな、この辺に行こうかな、こうだ、こうだ、いきます、ドーン、サインしました、イエーイ。はい、よっしゃ、いいですね。
さあ楽しみですね。これでどんな曲弾くんだろうな。はい、そんな感じでこのセミオーダー、 G オーダーのセミオーダーはガズのご希望があればね、セミオーダーのウクレレこんな感じでご紹介していくでね、ぜひ皆さんも G オーダーしてみてください。世界で一本のウクレレでね、でね、僕が思うにね、これ自分で言うのもなんだけど、すごいリーズナブルだと思うんですよね。まあなんかその辺のこともね、いろいろまああるんですけど、ぜひねセミオーダー世界で一本、間違いないウクレレたちですね。まあ G ラボウクレレたち普通のラインナップのもすごいですけどね、まあいろんな自分で選べるっていうのはこのね、やっぱ G オーダーの素晴らしいとこ。これ G オーダーのこととか詳しく、概要欄に貼っておくんで見てみてください。で今このご紹介しているセミオーダー、みんなどんなウクレレ頼んでんだろう、どんなウクレレをオーダーしているのかって気になるじゃないですか。はい、今まで紹介している動画の再生リスト概要欄に貼っておくんで、こっちもチェックしておいてください。それでは本日のセミオーダーのガズが最初に弾いてみたぞ動画、これにて終了となります。楽しみにお待ちください。バイバーイ。